たないたたない。奥羽山系の中央部、みちのくの山深く、古い伝統と厳しい作法を守り生きてきた狩人、マタギと呼ばれる人々がいます。獲物を追って山々を駆け巡ります。東北地方を縦に貫く奥羽の山々、その山懐にマタギの住む里、秋田県阿仁があります。切り立った山々が迫るこの山里は、昔は容易に人を寄せつけないマタギたちだけの世界でした。阿仁町は人口5000人余り。半年近く雪に埋もれる厳しい冬、痩せた狭い土地。昔男たちは当然のようにマタギとなり、獣を追って山々を駆け巡りました。現在狩りだけで暮らすマタギと呼ばれる人々は4人ほど。阿仁のほとんどの人々は林業や農業で生計を立てています。狩りの収穫をもたらす奥羽の山々は、ウサギやカモシカ、クマなどさまざまな獣たちの住処です。クマに折られた栗の木、この辺りでは里の近くまで熊が出没するのです。ケボカイ、取れた熊の霊を山の神に返す儀式です。恵みを授けてくれた神への感謝、そして食料となってくれた熊への感謝を込めてマタギたちは祈ります。昔熊は山里の人々の貴重なタンパク源だったのです。マタギたちにはこの山の神への素朴な信仰が数百年変わらず貫かれてきました。マタギたちが獲物を追うとき、集団を率い指揮を取るのがマタギの頭領シカリです。シカリはマタギの最長老、松橋金蔵さん、今年81歳になります。金蔵さんは15歳の時からマタギとなり、これまでに100頭余りの熊を仕留めてきました。阿仁のマタギたちは昭和の初めおよそ20人を数えていました。金蔵さんの若い頃、マタギは東北地方各地に広がって狩りをしていました。金蔵さんは穏やかな鹿です。
山を知り尽くした豊かな経験と技量、そして何よりも金蔵さんと山入りすれば獲物は取れるという絶対の信頼感が彼に30年近く叱りを務めさせてきました。金蔵さんの使い込んだ用具類、このヘラは山歩きの杖となり、またスコップの代わりとなります。また時にはピッケルや熊を射止める時の銃座にもなります。マタギが最もよく使う道具です。長さと呼ばれる山刀は棒につければ槍となります。わらだ、投げると鷹の飛ぶような音を出すウサギ狩りの道具です。道具の一つ一つにマタギの数百年の知恵が受け継がれています。阿仁に伝わるマタギの秘伝書、マタギの由来や狩りの道具を記したこの巻物はマタギの歴史を知る数少ない資料です。昭和の初めまで阿仁のマタギたちは遠くまで狩りに出かけ、獲物を取っては近くの里でお金や品物に変えて暮らしを立てていました。ふるさとを遠く離れて狩りをするマタギたちにとってこの巻物は心の糧となり、自らの身分を明かす証明書にもなっていました。3メートルを超す雪に閉ざされる阿仁の冬、雪解けの熊狩りの前、金蔵さんは阿仁の山々でウサギを追いながら春を待ちます。寒マタギというこの時期の山歩きは熊狩りに必要な体を作り、その年の山の状況を調べるのが狙いです。金蔵さんは今でも1日6キロも歩き回ります。昔からの伝統的な狩りの一つ、わらだ漁です。金蔵さんがわらで作ったこの道具、投げるとき鷹の飛ぶ音がします。鷹の翼のような音に怯えたウサギが近くの穴に隠れます。その隙を狙ってウサギを生け捕りにするのがわらだ漁です。わらだを投げる角度、タイミングなどの技術に加え、ウサギの習性をすべて知り尽くしていなければなりません。わらだ漁ができればマタギも一人前と言われてきました。もともとおずたりなんかしば高度はまずがねえ。なるべくこう2メートル3メートルの上こうがへーっとくれ。それじゃあこれは鷹飛んでくるんだ、音鳴らすんだよな、これな、ふーっとこう、うん、近くでやってみればいいよ。
狙いを定めて斜面すれすれにワラダを投げる。こうした洗練された狩りの技も鉄砲が主流となった今はほとんど行われません。この技を受け継いでいるのは金蔵さんが最後です。兄の小学校で行われるマタギごっこです。子供たちは熊狩り遊びを通して互いに助け合って生きてきた自分たちの里の暮らしの一端を知るのです。金蔵さんはひ孫のような子供たちにマタギの面白さを伝えようと授業があるたびに出かけます。そしたら動かないで行こう。勝負とは熊を射止めた時にあげるマタギたちの合図です。勝負勝負。81歳の金蔵さんはこの春の熊狩りを最後に引退することを決めています。今年引退を決めた金蔵さんのもとに二人の男たちが春の熊狩りを前にマタギの技を教えてほしいと訪れました。二人はこの町に住む会社員と郵便局員です。熊を仕留めたマタギはマタギの世界で一人前と認めてもらえます。弟子入りした二人の思いも熊を仕留めることにありました。一回にも当たり前や、ガナも歩けずから血で来るたち、やっぱり一回も当たらねば、やっぱりあとは根気よくかからねばいけねえの。俺らのような今までやっぱり四国四国ネタのたまでな、やっぱり熊の一匹組や、やっぱり殺してみて熊相撲当たりするのなぜや、そこらひんこ含みでや、例えば俺まだ熱数もあるし、しかもあるのも一回くれその俺らさんのその大ヒロンタイや。後を継ぐマタギがいたらと願っていた金蔵さんは次の叱りとなる吉蔵さんと共に二人をマタギ訓練に連れて行きました。春の熊狩りまで10日余り、金蔵さんたちは二人の弟子と共に山に入りました。10日間の訓練です。初めの3日間はひたすら山を歩き回ることから始まりました。山を歩くことで熊狩りに必要な体力をまず養います。夏季はいるし、春にもこの鍵はいわゆるあの熊の夏季、ここでももう1回しかない。弟子入りした松橋時雄さんはまだ熊を一度も撃ったことはありません。山の歩き方にもコツがあります。雪の急斜面はサッテと呼ばれるヘラを使いながら熊やカモシカのように歩きます。獣から学んだ歩き方です。雪に埋もれた春先の川は見た目の2倍ほどの幅があります。橋を架けたり道をつけたりするとき山にあるものを工夫して使わなければなりません。
て。熊は一発で仕留めなければなりません。手負いの熊は身の危険を招きます。確実に急所を射抜けと教え込まれます。度胸のない者には熊は撃てません。ここからなら絶対外さないという距離を覚え、その瞬間が来るまでひたすら動かずに待ちます。冬の狩りにかんじきは欠かせません。かんじきを履いて歩くコツは、足跡が一直線になるように歩くことです。この歩き方は、両足を開いて歩くときと比べ、雪を踏み固める力が半分になり、重心の移動も少なくて済みます。体力を消耗せず、長い距離を歩くことができるのです。この知恵も動物から学んだものです。山で生き抜く最大のポイントは、いかに火を起こすかです。その火を起こす元となるのが竹看板の皮です。火たくちゅうことになったら缶付け飲まればやるんで、火をたく前には缶敷を脱ぎます。マタギの道具はどれを失っても、冬山では命取りとなるからです。動作の一つ一つに道具を大切にする細かい心配りがなされます。これは缶詰で入ったままやれば、乾かしようもできないし、ダケカンバの皮には油分が多く含まれ、雨の時でも雪の時でもたやすく燃やすことができます。生木の丸太を下に引き、火をつけます。一旦火がつけば、次は小枝、中枝と順番に積み上げて、一気に太い生木まで焚きつけてしまいます。だからこれ燃えてしまったらさ、これ大きく突き立て、これ大きくさつくもんでねえさ、これ燃えのいい時で、こういう一息は移動がないと、移動一息さは一つくがないっていうの、それたびにもう絶対その熟睡っていうことはできねえた。一人にいるってことやねんね。雪を滑り降りるときにも、サッテを使います。マタギにとって最も重要な道具です。本当にね。早く寝てよ。おお。おそらくや。山のあちこちの木に、マタギの刻んだ掘り跡があります。熊の穴の場所、狩りの結果など、山の情報が名前とともに記されています。松金と掘られた松橋金蔵さんのものでした。これ、タメギプレ、いつしかも前だが、白が歩いたんだ、これな。ウサギ、テン、ムササビにアナグマ、そしてカモシカと、雪の上にはあらゆる動物の足跡が残っています。その一つ一つが貴重な狩りの情報となるのです。日がだぽっこやってほそっと休んでるためにね、おそらくその辺に第二の意味かなと思って今、これなんか種くんだってさ、アナグマとは扱いが違うか、大きさが。アナグマはだいたい熊の手みたいな格好になってるんだよ。獣の習性を知り尽くした金蔵さんは、足跡が1時間前のものであり、タヌキはすぐ近くにいると時雄さんに教えました。そうだもん、小さいだけ。じゃあこれはまだタヌキだった、タヌキだ。靴にはもっと靴しな、これそこまで正しいって見て、まあどこ絶対行ったか、
この辺さればあったかねえな。ねね。すごいよ。この辺でね、こっちはこう上がったらどうこっちか。金蔵さんの言う通りに、タヌキは近くの茂みで見つかりました。あーから、つくしょうがない。つかむか。俺、さっきすごい当ててたよね。タヌキつかむかって。いいな、かずらってねえな。え？かずらやらってねえか。なおかずねえ、タヌキだっけ。つかめば黙ってねえ。かずれば話さねえぞ、どうしたってくねっきゃ。なおめ。どうすんでさってね。マディディア。え？あず、天袋入ってやろうか。天袋入ってやろ。タヌキは危険を感じて動きません。世に言う、タヌキ寝入りでしょうか。おお、やったやりました。なんでが、あれタヌキだか、やっぱり、うん、タヌキだ。あんねんでねえか。あんねんでねえな。おお、いやいやいや、くしょ、うん、うん、あ、いいじゃない、いいじゃない。山歩いた後になって発見したから。タヌキは傷ついていました。金蔵さんは手当てをして山へ返すことにしました。おじめねか、ひょうが、うん、少し預かってこいらせり。このタヌキは狩りの目的で追いかけたのではないからと金蔵さんは言います。獲物は山の神から授かるもの、無用の殺生はすべきではない。金蔵さんはタヌキを話してそのことを弟子の時雄さんに教えました。その何本走ってるんですか。走るってバイ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 。わーい、腹いっぱい旅に行ったから、ね、じゃ大丈夫だべよ。10日間一日も休まずに続いたマタギの訓練は終わりました。金蔵さんの最後の弟子となった時雄さんら二人は数々のマタギの知恵を教え込まれました。金蔵さんにとっては最後の熊狩りです。金蔵さんはその前の日、三神様に詣でました。昔から続くマタギの棟梁、シカリの務めです。今熊狩りの期間はその開始の日から一月と決められ、その取る頭数にも制限があります。猟期の間に熊が授かるも授からないも山の神の心一つだと金蔵さんは言います。
金蔵さんは狩りの成功とマタギたちの安全を願います。叱りの金蔵さんと山の神との静かな対話は1時間ほども続きました。山の神が住み熊狩りの舞台となる山々です。雪消えの早い南の急斜面は冬眠明けの熊が餌を求めて集まります。そこを狙ってマタギたちが熊を追い上げます。犬を使わない兄のマタギの熊狩りは人間と熊の自然の中での知恵比べ、力比べなのです。今年初めての狩りの日が来ました。金蔵さんはマタギたちら20人を天狗の又沢という狩り場に集合させました。金蔵さんが得意としてきた狩り場です。鉄砲はなら課長、あれは課長は王者け、ええ番割り。その日の一人一人の持ち場を決めるこの作業は叱りが全てを取り仕切ります。それぞれのマタギの技量、性格、そして狩り場の地形、天候などあらゆる要素を頭に置きながら迷うことなく次々と持ち場を決めていきます。はい、次はサンゴロ。次は仕事だろ。番割りは実力本位、市場は挟みません。今回金蔵さんの教えを受けた時雄さんら二人の弟子も熊打ちの機会を与えられず、熊を追い出す瀬古の役を命ぜられました。はい、行きます。役目なんですか、瀬古、うん、気持ちは本当だね。うん、あんまりくすみなんで、うん、やっぱり一発フライ打ってみてからやっぱり、うん、やっぱこういう時はそのブッパで勝負したいもんですか。皆さんやっぱりそれが花なものな、うん、なかなかやっぱり打ってみてな、うん、落ちてしきてたんと、うん、持ち場が決まると狩りの開始時間が決められ、それぞれが黙々と持ち場へ散っていきます。熊に悟られないよう遠回りをして決められた時間までに持ち場へと急ぎます。マッパと呼ばれる鉄砲打ちがおねおねを固めます。この時から撃つその瞬間までマッパたちは木や岩に身を隠しながら何時間でも動かずにひたすら待ちます。5年までこう来るぜ、お前坂まで行きな、はいはい、たまにぜこう坂でや、そろったら、そろったら、ヘコと呼ばれる追っ手、数十メートルの間隔を空けて熊のいる山の斜面を尾根に向かって追い上げるのがその仕事です。マッパと呼ばれる打ち手やセコが配置につく頃、シカリは狩り場全体を見渡す位置につきます。熊狩りの配置はこうして整います。
巻狩りと呼ばれる熊狩りは尾根に逃げるという熊の習性を利用します。青色のマッパ、黄色の勢子、そしてそれを統率する緑の鹿り。まずマッパが尾根の要所要所に立ちます。勢子は斜面に沿って一直線に並びます。最後は鹿りが狩り場を見渡す位置について配置が完了します。鹿りの一声で狩りが始まります。マタギたちの作った包囲網の中にいる熊は尾根の方に向かって逃げ出します。そこをじっと待ち構えていたマッパが仕留めるというわけです。あれごー坂部坂部狩りが始まりました。セコたちが大きな声でホリアホリアと叫びながら追い出します。セコは熊との体力勝負です。追い始めて3時間、この日熊を見つけることはついにできませんでした。狩りを終えて下山の途中、一人のマタギが向かいの山の斜面に熊を見つけました。狩りをした斜面の反対側にいたのです。マタギの作戦負けでした。昔から春の熊狩りは4月中旬の10日間前後と言われてきました。しかし今年は初めての狩り以来、熊はその姿を見せませんでした。山はすでに冬眠明けの熊の好物であるトクワカソウの花が咲いていました。ブナの根元の雪が溶けていました。根開きです。熊の好きなブナの新芽や花を食べられる季節を迎えています。初めての狩りから20日余りが過ぎたある日、山に入った一人のマタギが熊の足跡をようやく見つけてきました。足跡は1回目の時と同じ天狗の又沢へ向かっていました。出漁は明日と決まりました。明日やることにします。熊狩りの朝、金蔵さんはもろびと呼ばれる青森トドマツの葉を焚いて
出陣の儀式を行いました。塩でまず火を清めます。もろ火から上がる煙の香りで里の匂いを消し、山の神に山入りの許しを請うのです。4月29日、青空が広がっていました。マタギたちが黙々と持ち場へ散って行きます。金蔵さんの教えを受けた時雄さんに初めての熊撃ちのチャンスが与えられました。マッパ、銃の撃ち手となったのです。時雄さんの与えられた場所は三五郎のくびれと呼ばれる熊のよく来るところでした。叱りの金蔵さんは熊を見ても絶対に動くなと念を押しました。セコが追い始めて間もなく、斜面をゆっくり移動するものが見えました。熊です。包囲の中に入っていました。熊は初めてマッパについた時雄さんのところへ向かっていました。熊登っていくぞ。三五郎君とさ向かったぞ。時雄さんの撃った弾は当たりませんでした。時雄さんは熊を撃つとき動いてしまったのです。熊は追い詰められ、狩り場の一番奥に姿を見せました。最後にいたマッパによって熊は撃ち取られました。勝負、勝負、勝負だ。
しとめられた熊は心臓を一発で撃ち抜かれていました。この春初めての収穫です。この間の巻き今日はやっぱりあの授だ、授かりましたか。授かりましたな。今日は授かった、やっぱりじゃ熊もやっぱり授かねずがやっぱりダメだった。だから授くんたち、あ、金蔵さん最後の時ですもんね。おそらくまあ最後だろうな。いや今日はいい戦いだ。いい戦いだ。今日はみんな喜んでるわけ。重さ55キロ、冬眠前であれば80キロ近い大物でした。他のマタギたちが引き上げた後、金蔵さんは狩り場を見渡すブナの木に掘り込みを入れていました。昭和62年4月29日、熊狩り、金蔵81歳。金蔵さんは15歳の時から66年間この山々にマタギとして生きてきたその証を残したのです。それは自分を守り育ててくれた山の神への金蔵さん引退の報告でもあったのです。